硬いな。笑顔で。はい、チーズ。先生、お願いします。うん、写真はね、デジタルでも何でもちゃんとプリントしないとな。さすがだね、親。デザイン事務所に就職決まってるだけあるね。家族写真ってな、家族だからいつでも撮れると思ってるけどな、なかなか撮れるもんじゃないんだよ。その一瞬はその時だけだからな。うちのほぼ全財産なくしといて逆ギレだから何度もごめんって謝ってるじゃん。弁償するって言ってるじゃん。弁償しいや、今すぐ弁償しいや。お母だ、家族写真。友達の家族はみんな家族だ。みんなで広げよう家族の輪ツアーです。どういうこと？じゃあ私がミキの家族でミキが私の家族。なあ、はるかたちの家族って家族写真撮ったことある？うん、毎年撮ってる。ねえ、無所言ことがあったなんて、もうこんなことね、すいませんでした。今は一人で気持ちを切り替える時間が必要です。所言所住が大事な。うちは商店街で布団屋やってて、 UFO キャッチャー好きなおかんと、いつも捨ててこ姿でチャリンコ乗り回して何やってるかわからんと思う。岡田が一番まともなんだね。来月からほんまになかなか4人で会われへんくなるな。タイドプールは変わらずあるから、いつでも会えるよってミキが言ってるよ。なんや、これ結構じゃもう、もういい加減やろ。あおっか、お前が買ってくれた最初で最後のプレゼントやないかい。粗末ですな。